コーナーより猪突猛牛その角を突き立てろ天山Hiroyoshi入場Shinsuke Nakamura中村シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。しんすけ青コーナー183センチ115キロ天山天山ヒロヨシ天山赤コーナー188センチしんすけ104キロ中村しんすけしんすけレフリー、レッドシューズ運の中村澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。ローキック、ローを打ち込みます。掴んだ、ストマックを狙ってまいります。行くのか、ロープに振って。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか？まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああそうですか。エルボーで返します。組み合います。逆に投げてまいります。切り返します。あーっと、ラリアット、膝へのキックです。ローを打ってまいります。抱えます。リバースで返します。選手っていうのはね、試合をやってる時はアドレナリンが出てますから、まあ痛いんですけど、ある程度は痛みって感じないんですよ。でもね、試合終わってこうシャワー浴びて控室に戻ったりすると、試合中は分からなかったところでも痛くなったりしますからね。あ、そうなんですか。組みに行きます。ロープに振った。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうだ
ですよね。掴みます。ストマックへの攻撃であります。掴みます。肘を打ち込んでまいります。掴んだ。エルボーでブロック。腕をフックします。このあたりどうでしょうか。まだ完全に入ってませんね。腕をフックします。首を締め上げてまいります。ローを打ってまいります。このあたりの攻撃いかがですか。いいと思いますよ。スタミナを奪うには効果的ですよね。スタンディングを取らせます。キックを打ってまいります。掴みます。鋭いキックです。息を整えます。引き起こします。足を取ります。パンチで返します。踏み込みが早いですね。これはいいですよ。はい、今早かったですね。抱えます。外してまいります。掴んだ。攻めてる方ももうかなりきついと思いますよ。はい、立たせていく。さあがっちり決まった。これは苦しいですよ。腕をフックした。フロントからの投げに転じる。起こした。バックに回った。今よく切り返しましたね。今のはもう瞬間的なひらめきですよ。バット、バックに回った。バット返した。このポーズ。掴んだ。ストマックを狙っていく。フロントに捉えた。させません。抱えた。スライダーで投げていった。腕しげ入った。首根っこを掴んだ。エルボーの連打。頭を掴んでキック。ものすごい。バックを取って逆に返した。引き起こす。強烈キック攻撃。引き起こす。シャイニングトライアングル。繰り返した。抱き起こす。腰に手を回した。ジャーマー投げっぱなし。起こした。腕をフックした。ネックロックで強烈に蹴り止めと締め上げる。ここでロープブレイク。抱えた。10分経過。10ミリットパー。起こした。組み合った。フロントから落としていった。いけるか。飛びついての腕しぎ逆十字。立たせていく。小脇に抱えた。打たせない。腕をフックした。あっと、フロントからのチョークスイーパーか。強烈なローだ。あっと、そのまま倒していった。キック、ローを打ち込む。フロントキック、強烈なキック。
こす。ガードした。抱き起こす。三角締めに捉えた。ここでゴングが鳴らされます。